カタパルトは、石などを投擲して、敵の陣馬もしくは城などの建築物を標的とし、射出攻撃する兵器である。カタパルトに改良を加えたものに、オナガーやトレビューシェットがある。これらの兵器を総称して、カタパルトと呼ぶ場合もある。日本では、律令器に、包囲し、現代では、投石器、あるいは投石器とも表記される。後者のように表記すれば、Y 字型の投石器や、 紐状の透析機と同じ表記となり、しばしば両者が混同される原因ともなっている。射程は大型のものでも数百メートルに止まった。木材や重毛や剣、植物性の角などの弾力と手この原理を利用して石などを飛ばすものである。また中には大きな弓を取り付けて威力を上げる改良を施したものや金属製のバネ式のものもあった。 主に公平や軍属によって運用されるが、外から戦場に持ち込まれることは稀で、その場で作られることが多かった。そのため即席に作れるよう簡便な構造のものが、このまで古代から近世まで地中海世界とユーラシア大陸各地で使われたにもかかわらず、基本的な構造はほぼ同じである。また、講義な意味では、 石弓やバリスタの中でも石を投射できるほどの構造のものも投石器ないしカタパルトに含むことがある。重量のある石を飛ばす場合、城壁の上部を目指して飛ばし、城壁の端から崩していく方法が取られた。石や砂利の詰まった袋を飛ばして縄文などを攻撃するほか、火のついた藁や火薬を飛ばして城内に火災を起こさせたり、 汚物や死骸を投擲して敵の士気を下げたり薬病を流行させたりするなどの使われ方をすることもあった。また、主張側の攻撃を防ぐために装甲をつけたり工場等の上に設置することも多かった。野戦において敵の密集体系を打ち崩すために使われることもあった。当社に使用する石は着弾後も長弾してより多くの 範囲に被害を与えられるように球場に加工されていた。平時においては、その投射の力量を引けらかすために、催し物で花を投射することもあった。古代中国では遅くとも、紀元前5世紀初頭には使われ始めていた。欧州では、バリスタ式のものが、紀元前4世紀初頭に開発され、古代ギリシャでも、アレクサンドロス大王の統制において使用されており、 旧約聖書でも第二歴代史26章14節で投石器と見られる記述がある。中世には中央アジアや西アジアで改良が加えられ、オナガーやトレビューシェットへと進化した。大型の火砲が登場しても安全性と威力の問題から投石器も併用して使用され続けた。日本においては律令時代に法医師と呼ばれ訓練されていた。 使用目的としては、耐いて体や施設の壁、屋根の破壊のほか、船の破壊も目的とする。応仁の乱の際に、初石に、秘宝という投石機が使用されたことが、雲泉大局の壁山日録に記録されている。時代が進み火宝の改良が進められるにつれ主流の兵器ではなくなったが、第一次世界大戦の残豪戦では、主流弾の投擲のために、 カタパルトが使われたという記録が残っている。また、第二次大戦末期の日本では、大戦車専用として、爆薬を投射するために、室蘭で大戦合芝がカタパルトを製作した。古代中国では、投石機に、法イコール法の字を用いたことがあり、その内火薬で投射するものを特に火砲大砲などと呼ぶようになり、後に、火砲大砲などが略されて、 法の一時になっているので、古代中国の文献を扱う場合には、解釈に注意を要する。カタパルトの方式は以下の4種類である。ありがとうございます。